空飛ぶ虫を倒さぬとサルトーマの花は手に入れられるぞ。뭔소리야그냥コココ튀면되지아진짜分かってるやるわよ。어쩔수없구만엑소자불과물의약해맞나아무튼뭐그렇다네요자원래이걸잘조합이걸설정을해놓고싸워야되죠미쳐나가지고제가안하고막그랬는데적들속성최소한보스속성에맞춰서써줘야지특히마법쓰는애들은그냥평상공격하는애들은모르겠는데마법쓰는거는뭐간간하면은ノムシ、なんかかっこいい。バカ言ってないで集中しなさい。コルニーにパロー、感謝です。ライフセット、ガジ、バラよ。원래이정도하는데요저오마딱돈다곤충사쇼졌다노この虫連れていっちゃダメよ処分するからどいてあう、あう、と真空ポイントが하나나오나清涼が守っていたんだ
殺さずに様子を見た方がいいんじゃないのか。결계를먹네自分で世話をするのよ。世話する。あー、세상에。サレトーマの花を確保できた。これで船の連中もエレノアも大丈夫だ。こら、わしも数え。海賊病という死神の呪いも解けましたね。昆虫ゴーマには驚きましたけど。그래、풍뎅이저크기봐서잘팔리면몇백만원에도팔리겠다몇천만원에도俺と旅をして3年以上生き延びている奴は数えるほどしかいない。油断すると50人目の犠牲者になるぞ。50人。呪いで死んだ仲間の数だ。私。그래、네仲間어디서동료라고하냐이거이거겠지。어디서仲間래막이러면서。目的の花は取れた。난님같은仲間없습니다。この虫、名前なんて言うんだろう。案外のんきね。あ、뭐지、이름지어주는스크린책같은거한번나올법한데。마길루는원래그런캐릭터가돼버려서라이프세터벨벳도대도이유고마나노데스카소레와아약점을사그로とかじゃなくて純粋な興味の質問ですよ。エレノアを疑ってるんじゃなくて僕もベルベットのこと知らないんだ。戦って分かったじゃろ。あやつは左手で食らった敵の力を自分の力に変える奇妙無双なゴーマじゃよ。何でも丸ごと食らい尽くす大食いクイーンじゃ。まあ大体合ってるな。時々食い残したゴーマが人間に戻ったりするが。え、ゴーマが人間に戻る。そんなに驚くことか。当然です。ゴーマ病になったものは二度と人間の姿には戻れない。これは常識ですよ。でもギデオン司祭の例もある。あの件と何か関係が。戻るって言っても死体なんだが。常識だったのか。海賊には関係のないことだ。この非常識なメンツに常識を勝てるとは非常識な対魔師じゃの。そのようですね。エレノア、なんかごめん。いえ、ライフセットのせいじゃないですよ。けどベルベットの正体は探る必要がありますね。뭐그렇다네요。어이런데서안먹은상자들이몇개좀있고안가본게몇군데있어가지고이거참
으아쫓아오지마이무시強そうだな。えぐね。僕も大概長生きしてまうけど、こんなやつ初めて見たでぐ。多分新種だと思う。そりゃすごいな。新種。もし新種なら、発見者の名前をつけるのが通例だ。さしずめ、ライフィセットオオカブトか。カブト？おいおい、どう見たってクワガタだろう。いや。これは一見ハサミだが、実は角飛びだ。新種の三つの兜として昆虫学会に衝撃が走るはずだ。ボレ、いよいよ普通にハサミでいいだろう。なかなかの名刀だぞこいつは。ライフィセット大クワガタ。ほらこっちのが名前もしっくりくるし。どこがだ。どこがって全部だよ。あれ、그런거こそ싸우고있어。クワガタは最強の昆虫だからな。聞き捨てならんな。昆虫界の王者、カブトを舐めるなよ。カブトが舐めるのは樹液だけだろ。ああ、それはクワガタも同じだろうが。アイゼン、ロクロ。険悪な空気でふ。정말친맞을경신대회라고할수있죠。カブトの角と違って、クワガタは相手を挟み切ることもできるからな。その立ち筋は変幻自在。まさに昆虫界の名剣士だ。小細工だな。圧倒的なパワーで我が道を行く、それが兜の生き様だ。でも1年で死ぬだろ。そこへ行くとクワガタは越冬できるぞ。死ぬのはあえてだ。太く短く、兜の美学がなぜわからん。男の人ってどうして虫の話なんかで盛り上がれるんでしょうね。兜でもクワガタでも蝶々でも。심지어아이젠은몇백년을살았을텐데。ゴキブリとどこが違うのかしら。一緒にするな。名前はどうするんでふか。うん、クワブトカッコ仮にしておくよ。그렇다네요。하여간나이값을못해가지고。아일단대노래버틀로바로나갈수있긴한데아마이거던전가면서왔다갔다하면서좀못먹은게아마있을거야。그래서다먹었을라나몇개놓친거같은데。사레토마의花라즈베리みたいないい匂いがする。どれどれ。おうまそうな匂いじゃないか。本当にまずいのかな。その匂いにつられて口に入れたが、最後果汁が口の中で変質し、おぞましい味になるんだ。おぞましい味。花びらはミントの数千倍のスパイシー液となり、葉や茎は超濃厚な牛タン味となる。超濃縮된소옆바닥은뭐야。舌の上で猛烈に絡み合い発泡し、뭔지알겠어。ミントチョコ같은맛이다이거잖아。苦味が全身を襲う。マジか。と以前アイフリードが言っていた。それ本当です。あ、まさにそういう味なのです。エレノアは飲んだことがあるんだよね。まずくない飲み方はないの。설탕넣어봐。自家搾り、煎じて煮出す、蜂蜜に漬け込む。何をやっても果汁の味を消すことは不可能です。焦げ風味や甘みが加わるだけで、人によってはより飲みづらくなります。もう飲んだの？いえ、船に戻って海賊のみんなと一緒に飲みます。ひょっとして嫌なことは後回しにするタイプか？違います。信じて待っている人たちを差し置いて自分だけが先に飲むわけにはいきません。発病後は果汁を飲む量が倍になるが。トゥベ。そうなのですか。意地を張らずさっさと飲むのが吉じゃぞ。あなたはもう服用したのですか。船に戻ってからじゃが、飲むのはわしではない。血液精霊に飲ませれば効能だけ吸収できるのじゃ。精霊にとってサレトーマの味は。もちろん可愛さ余ってまずさ一万倍じゃ。エレノアや、タイマシでよかったの。僕が飲む。そんなことさせませんよ。私は自分でサレトーマの苦痛を乗り越えますから。
なんじゃつまらん。パーフェクト。俺の感性が叫んでいる。これは名品だ。お、作家に行こう。探索船。이거나리키리사면그거아니야아근데누가입혀누구한테입힐수있어없잖아장비인가그냥아입는옷아니에요고도모노服아그냥이거구나また変なものが取れたな아이뭐야나저기돼있잖아괜히기대했네그냥바로이제나가버리자바로못나가네어막걸어서걸어서돌아가라는거아니야이거그러면뭔가이벤트가나가는와중에이벤트가있나봐역시나레노대하이세레어찌오소도뭔가이미공격했어야츠노네라이와로라이네다로나가기어넣くなよ요도대무시강을고아시니くる가능성은ある대하이세레네라이와로라이네しかしヘラビーサを破壊したゴーマといい裏切り者のエレノアといい問題ばかりだなそれに対処するのが我らの使命だセイリョウが何やら動いてるようだな虫かごとはさっきの結界のことかじゃとしたらわしらが襲ったことがバレるの。ヌニアンポヤ。早めに立ち去るのが正解ね。그래이정도면충분히고통받은것같다바로나가자저위쪽에도뭐가하나있긴한데말이야어말이죠나중에와야되는곳인가아니면지금가도뭐상관없는곳인가과이야어이지키고있잖아님들나랑한번싸워볼래요아안된대한번싸워볼라했더만아이자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 으아으이자이것도지금사용못하는거보니까어디또돌아가는길에또뭐만나나본데이벤트가
아니요, 애들이 알아요. 주인공이 헐벗고 다니는 거. 뭐 그럴 수도 있지 뭐. 이거 베이 상태만 보면 오늘 딱 치맥각인데. 안돼, 술은 안돼. 술은 참아야 돼. 제발, 제발. 자비단이야? 또 튀어나오네 이거. 토토, 겐카노 아이테와 마타 콘도다. 데이트니 오크레르 와케니와 이카나인데. 데이트? それは アイフリードの ものだ. なぜ てめえが 持ってる? 拾ったんだ. どっか. 죽어? 茶化すな 겐카야. 力ずくでも話させる。副長さんよ、あんたは殴られたら口はんのか。試されるのはてめえだ。話したけりゃ話し、殴りたきゃ殴る。それを決められるのは俺の意思だけだ。あ、とちょ、とちょがあにゃ。 자, 페르소나 패러디. 그래, 오히려 아이젠이 쟤 따라가서 사신의 저주가 없어져가지고 애들이 무사히 다 살아남을 수도 있어. 그럴 수도 있는 거 아니겠어. ザビーダの使ってた道具、あれ何だったんだろう。ペルソナ何か。元はアイフリードの持ち物のようでしたね。あんな道具も精霊術も見たことがないわ。別の大陸からアイフリードが持ち帰ったものかもしれんの。別大陸の技術。アイゼンは大丈夫かな。あの精霊なかなかの手だれと見ました。むやみにことを構えない方が良さそうですが。 そもそもザビーダのやつ溝の時といい今回といい何が目的なんだ。デートなんて嘘吹いていましたけど、相手はアゴヒゲの可愛い子ちゃんってアイフリードと同じ。ベンウィックペルソナイゴ、イボネスカゲソダウンダメンソ。アゴヒゲの人だって。そうか、ジュリンで聞いた手配精霊ってのはザビーダだな。精霊はやつを探している。 ザビーダはそのことに気づいてる。その上でアイフリードの存在を匂わせてアイゼンが追ってくるように仕向けた。アイゼンもそれを読んだ上で追った。ただじゃ済まないかもな。こいつはアイゼンが危ないだとしても海賊病を手当てしないとどうにもならない。とにかく船へ。ウインの空を直すことを確証したと言ってたんだよ。 親父、もう俺は無理だ。この村で開拓なんてやってられないよ。また泣き言か。あの親子、なんだか不穏な空気ですね。放っておくでふよ。親子喧嘩は犬でも食べないと言いまふよ。それは夫婦喧嘩だよ。そんなんじゃない。もう10年になるってのに、この村は少しも豊かにならないじゃないか。年々寒くなって収穫は減る一方なんだぞ。 ゴーマ病だっていつまでもなくならないし。だからなんだ、他の土地に比べたらウエストガンドのゴーマ病はむしろ少ない方だろう。よそはもっと寒冷化の影響やゴーマの被害が大きい。俺たちは随分マシだと思うがな。開拓のことだけ考えてりゃいい俺たちは他ほかよりずっと恵まれてる。そう言いたいのかよ。今すぐに結果を出そうと焦るな、ウエストガンドは広大だ。 諦めずに土地を開き続ければ可能性は大いにある。검색해보세요. 100年後、1000年後
わしらの血を継ぐ子孫たちが笑って暮らせるよう、その礎になれればそれでいい。미안해。천년후에로즈가나타나면서니네후손들은웃으면서살지못하게돼요。お父様のお言葉、感動しました。大魔士として一日も早くゴーマ病を撲滅できるよう、私も精進し皆さんの手助けをしたいと思います。お若い大魔士様、ありがとうございます。あ、ジョセフ、ならば手助けの手始めにうちの息子の嫁になってやってくれませんか。え、このバカ息子は。あ、にわいろけ좋아해。あ、にわいろけエレノーの남자들이많이꼬이냐。すみません、そちらの方は私はお力になれそうにありません。하지만진짜단호하게거절하는것과역시역시역시나는역시나야자멈출줄모르는폭주원숭이대륙접전부르나카고치는지금못가니까뭐야개구리야어가엘가이르우미노치카크데메즈라시이데스네어입구できたぞ레니도야가엘토비코무우미나어따마기루난데스카소레ふと心に浮かんだマギルポエムじゃよ。塩水とは知らずに海に飛び込んだカエルのビビリぶりに思いを馳せてみたんじゃ。そう、さっぱりわかりませんが。ダダムに들어가면죽지않나요？また一つできたぞ。痩せガエル、負けるのマギルー、これにあり。マギルーが痩せたカエルを応援したってこと？そう、カエルの賭けバトルで大穴に全財産をつぎ込んだわしのチャレンジ精神を読んだポエムじゃ。わびさびがあるじゃろ。単に欲望丸出しなだけじゃないですか。それで痩せガエルは勝ったの？いいや、カエルにかけた金はビタ一文返ってはこんかったわ。それはある意味わびしいですね。とぬぐまん、그러니까도박함부로하면안된다니까왜꼭도박을해가지고그사단을내는거야사레토마의하나取ってきたわよ。助かったよ。で、副長は？喧嘩屋の精霊を追いかけてピューッと消えよった。その精霊ってザビータってやつだろ。なんで一緒に行かなかったんだ。海賊病のあなたたちを放っておけと。そうだよ、副長が危ねえんだ。精霊がザビーダを狙ってるから。知ってんじゃねえか。こっちも精霊に出入りしてる商人から聞き出したんだ。ローライネでメルキオルって大魔士が大掛かりな罠を張ってるって。そんなとこに飛び込んだら副長もただじゃ済まない。じゃあ、じゃあ、クロムアイチェンコアロがやげるね。動いてる。なぜメルキオル様が直接指揮でザビーダを。いえ、それよりこの子をメルキオル様に回収してもらえば清涼に戻れる。相手は特等大魔士よ。罠じゃなくても強敵よ。くそ、お前ら全然当てになんねえ。もういい、俺たちが助けに行く。あなたたちが行ったところで叶いっこありませんよ。あんたは自分が危なかったら仲間を見殺しにすんのか。え、仲間を助けたいから行く。負けると分かってたって戦う。やるかどうかを決めるのは自分だ。それが俺たちの流儀なんだよ。短気な連中ね。誰も行かないなんて言ってない。え、副長と船長がいつ戻ってきてもいいようにさっさと薬を飲んで船の準備をしておいてよ。船長が？アイゼンが罠に飛び込む理由なんてアイフリードしかないでしょ。わかった、こっちを任せてくれ。ほら、あんたも。ね、빼줬어요。이정도까지웃겼으면됐지뭐。